さんこんにちは、ももりんごです。今日はね、プーさんとの話をしようと思います。いつにもなくシンプルな始まり。じゃあ早速行ってみよう。10月に入ってね、海外旅行に行ったり、その前後体調不良って感じが続いてたから、なんだかんだデートの予定が合わなかったりする日が多くて、連絡は毎日取ってたし、電話もちょくちょくしたりするんだけど、ドライブ以降全然会えてなかったんだよね。そう。で、この前久々に会ってきたの。まあ、まずどこ行くってなって、プーさん魚好きだし、水族館でも行くっていう話を前からしてたから、じゃあその日は水族館行くって聞いたら、いやー、病み上がりだし、アミューズメント系はやめといて、普通にご飯行ってゆっくりなんかするとかにした方がいいんじゃないって言ってくれて、うん、確かに。また体調悪化しても良くないしね。うん、って納得して、まあご飯だけとりあえず行くっていうことになったんだけど、まあ彼優しいよね。本当に優しいですね。大事なことなので2回言います。彼、優しいですね。はい。それでね、当日パスタ食べに行こうってなって、駅前におしゃれなイタリアンがあったから、まあそこにね、とりあえず入って、何にするってメニュー悩んでたんだけど、新事実で、プーさんとはね、なんとパスタの趣味が合わないことが分かったの。何それって感じだよね。マモリンゴは基本トマトベースとか、明太子と大葉みたいな和風系を選びがちなの。でも向こうはカルボナーラ、ジェノベーゼ、ナポリタンとかそっち系しか基本いかないらしくて、そこはね、なんか自分から絶対選ばない系統だったから、パスタの趣味はちょっと全く違うんだなってことが分かりましたね。うん、まあそれだけなんだけど、はい、現場からは以上です。でさ、二人でサラダもシェアしようってなって、かなり大きめのサラダを頼んだの。サラダの名前が難しくて、ルッコラセルバチコと生ハムのサラダっていうの。ルッコラセルバチコってなんやねんって思いながら、その時生ハムが食べたかったっていう気持ちだけで、これにしないっていう風に思って注文したんだけどさ。それでサラダと一緒にカフェラテも頼んでて、飲み物とサラダを先に店員さんが持ってきてくれたんだけど、そこにね、銀の縦長の容器が添えられてあって、サラダの横にね置かれたから、あ、ドレッシングなのかなと思って、で、なんかまあプーさんと話しながらそれを思いっきりサラダ全体に良かれと思ってかけたのね。で、取り皿に取り分けて食べたの。そしたら、え、甘っってなって、明らかおかしいぞこれ、え？って思ってさ、やばい、ごめん、間違えたかもしれないってプーさんに恐る恐る言ったら、ん？何が？って言われて、で、まあとりあえずプーさんに味見してもらったんだけど、そしたらこれはやばいねってなってさ、私やらかしまして、ドレッシングと間違えてガムシロップをサラダ全体にぶっかけてしまったようです。1600円のサラダがーって思って、へえ、だってさ、え、待って、ちょっとまず言い訳していい？プーさんにも最大級に謝罪しながら言い訳させてもらってたんだけどさ、確かにかけたのが銀の縦長の容器に入っててガムシロップっぽかったのかもしれないんだけど、ガムシロップ使うとしたらカフェラテじゃん。そのカフェラテの横にはよく見る小さいガムシロップがちゃんとついてきてんだよ。だからドレッシングだと思うじゃん。しかもサラダの横にご用意されてたからさ、どういうこと？あの量の容器でガムシロップ運んでくるって相当な甘党だと思われてたんかな。とりあえずプーさんにはもう謝って、これは自分で食べるから別のサラダ頼んでねって言って、もうテンション落ちまくりだったのね。で、その後ね、店員さんが
ドレッシングすみません忘れてましたって後から持ってきてくれたの。その時になんかちょっと空気を見てあれって感じで店員さんが気づいてくれて、だからもう正直にすいませんガムシロップと思わず全体にかけてしまったんですよって言ったら、あ、そうだったんですね、すいませんこちらの不手際なのでサラダごとお取り返しますよって言ってくれて、いやいやすみません、いやいやこちらこそすみませんって店員さんと二人で謝罪祭り始まってさ、結局ねなんかサラダを取り替えてくださるそうで、店員さんってなったよねそうでさ、なんでちょっと確認してからかけなかったんだろうって自分のアホさに本当に落ち込んだ。もうデートなのにテンション激下がりでって思ってさ、うん、なんかね彼は全然大丈夫だよって言ってくれてたし、生ハムとガムシロ甘じょっぱくて意外と合ってたんじゃないって笑ってたんだけどさ、自己嫌悪が止まらねえってなって、もう仕事でミス連発した時みたいな感じになっちゃって、一人でズーンって反省会してた。まあね、その後ずっと落ち込んでるのも良くないなって思ったから、パスタも来たし気持ち切り替えてこの前行った海外旅行のエピソードとか話して、お土産にプーさんにチョコ買ってたからそれも渡して、さっきの件からもう気を紛らわせてたんだけどね、なんかさここ最近飲食店に呪われてるんかなって感じで立て続いてハプニング起こってる気がする。デートでご飯屋さん行くのやめようかなレベル、無理だね。でその後時間あったし天気良かったから、せっかくならまったり釣り堀行くっていう風に流れになって、行きたかったから行こうって話になって鯉が釣れる釣り堀に行ったの。この日パンツスタイルだったんだけどスカート履いてこなくてよかったって思ったわ。てか闇上がり水族館はちょっとってなったのに闇上がり釣り堀は矛盾してるなって後から思ったわまあ動かないしかなりまったりできたけど、結果ね2時間くらいいたんだけど1匹しか釣れなかったし、生きのいい鯉が釣れちゃってビチャビチャ水が顔面に向かって飛んできて大変だったわ。で釣れた時にどうしたらいいか分かんなくて、ねえ釣れたよこれどうしたらいいってめちゃくちゃテンパってプーさんに聞いてたら、その釣れた魚を網でさってすくってくれてさなんかねめっちゃでかいの釣れてたらしい。釣り堀にいる人たちの一体感すごくて、釣れた時ブラボーって周りに拍手されたし、注目されて恥ずかしいなって思いながら、あ、ありがとうございますって照れながらお礼言ったそんなこんなで普段浴びない日光も、まあ、存分に浴びて満足しながら帰宅するために駅に向かったのね。でその帰りの会話の中でさ、まあ、ちらっとももりんごが今月の社会人サークルいつ行こうかなって話したのね。でまあプーさんにね聞かれたんだけど、社会人サークルはずっと続ける予定なのって言われて、んでまあずっととか考えてなかったから、たまに運動をたまにしたくなったら参加しようかなぐらいだよ。でも最近ようやくお話できるようになってきた女の子たちもいるし、月1ぐらい出席目標にしてるかなって言ったら、社会人サークルって出会いの場って感じの雰囲気かと思ったら案外違うんだねって言われたの。うん、まあ既婚者の人もねいるし、そんなに出会う雰囲気とかないインテナサークルだよって言ったんだよ。もうそしたらちょっとなんかワンテンポ遅れて、あ、そうなんだねって納得してくれてたんだけど、うん、やっぱ聞いてきたってことは社会人サークルってまあどんな会か知らない側からしたらいい気はしないのかもなーと思いつつ、んーでも今は辞めたくないからちょっと難しいうんね、モモリンゴは相手が社会人サークル入ってても OK なタイプだから
わかんないんだけど、どうなんかな。みんなはどう？彼氏、彼女、パートナーが社会人サークル入ってたらいい気はしない？それとも別に気にならない？やめてとかは言われてないんだけど、なんか今後のモヤモヤとか喧嘩の原因になるのは嫌だよね。はい、まあそんな感じで、その日は付き合って2回目のデートはイタリアンと釣り堀デートに行った話でした。まあいわゆるカップルっぽいのかはまだわかんないけど、素が出せてきて仲良くなれてきてはいるかな。うん、まあまたお話しします。じゃあ今回も聞いてくれてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。